世界での感染確定例が900例に到達しました。日本人にとって身近な観光地であるハワイで始まりこんにちは、ステラメディックス代表獣医師でジャーナリスト星野下と申します。ステラチャンネルは論文やニュースなどから皆様に知っていただきたい情報を選び、科学と理系の視点から動画としてお伝えするチャンネルです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ステラチャンネルでは曜日ごとにテーマを設定して動画をお届けしております。サル痘という感染症が獣医学の話題ということもありまして、今世界中でこのサル痘の感染者が報告続いておりまして、連続でサル痘の話題をお届けしております。前回は英国オックスフォード大学の研究者などが作ります民間団体グローバルヘルスの公開しておりますデータベースに基づきまして、世界で報告されるサル痘が700例を超えたということを動画でお送りしました。今回はこのデータベースに基づきまして、世界の確定例が900例に到達したということ、また日本人にとって身近な観光地であります米国のハワイ州で初めてサル痘と思われる確定例とされてるんですけれども、確認されたということについてお伝えいたします。コンパクトにお伝えいたしますので、よろしければ最後まで動画をご確認いただければと思います。世界での感染確定例が900例に到達しました。日本人にとって身近な観光地であるハワイで初めての感染事例です。この度英国オックスフォード大学の研究者などが作りますグローバルヘルスと呼ばれる団体が公開しています、世界の公的機関またはメディアでの情報を集約したデータベースにおいて、世界でのサル痘の確定例が900例に到達したということが分かりました。また疑い例が71例ありますので、全体で971例となっています。日本人にとって身近な観光地であります米国ハワイ州で初めての報告がありまして、こちらも新たに加わっております。このグローバルヘルスのデータベースにおいてハワイ州の確定例としてカウントされておりますけれども、ハワイ州の衛生局の方からもサル痘の発生についてのニュースリリースが6月3日に出されました。こちらハワイ州の住人でサル痘と思われる症状があり、検査をした結果としてサル痘の原因ウイルスであるオルソポックスウイルスが検出されたというものです。来週米国疾病対策センターにおいて再確認の検査が行われるということになっております。グローバルヘルスにおいてはこの発表を受けてデータベース上はサル痘の確定例とカウントしています。このハワイでサル痘の確定例と見られる方については、性別は不明。一方で最近サル痘の確定例が報告されている国への渡航歴があるということです。また入院もしたということが報告されています。ハワイ州の説明によりますと、サル痘に関連してはインフルエンザのような症状が現れまして、リンパ節が腫れたり、また全身に発疹が出るということ、そのようなことを説明していますけれども、感染力については、それほど強くはないということで、密接に肌と肌が触れ合うような長期間にわたって触れるようなことで感染するということを説明していまして、いきなりそのようなハワイの中で蔓延するような状況にはならないだろうというふうな見方を示しておりまして、冷静に対応するように示しております。グローバルヘルスのデータベースにおいてです、現状前回の動画でもお伝えしておりますけれども、最も多いのは英国イングランドの発生になっています。214例、またスペインにおいて189例、ポルトガル143例、ドイツ66、カナダ61、フランス51、オランダ40、米国が27となっています。この27の中にハワイが含まれるということになっています。で、イタリアが22、ベルギーが17となっております。ここまでで10人以上の感染確定例が確認された国となっています。現状、疑い例については、スペインで35例あるというのが最も多いという状況になっています。地図で見ますと、欧州またはカナダにおいて濃い
青色となっておりまして、こちら50例以上が報告されているということで濃い青色になっているということがわかります。また米国、イタリアですね、まあ、そのあたりも濃くなっているほか、あと世界的に見ますとオーストラリア、あとアルゼンチン、あとオマーンであるとかイスラエル、まあ、このあたりで確定例が出ているということで青色が出ています。また北欧の方にも広がりが出ておりまして、さらなる症例の増加があるかどうかということが注意されるという状況になっています。疑い例についてはかなり検査によって確定例への移行が進んだということで、疑い例にとどまるというところは随分減っています。スペインにおいてまだ検査待ち、結果待ちということで確定例になっていないものがありまして濃くなっていますが、全般的に検査が進みまして確定例になったというものが多く出ているということがわかります。今回の動画は3点でまとめますと、世界のサル痘の確定例が900例に到達したということです。疑い例が71となっておりまして、合わせますと971例が報告されているという状況になりました。また日本人にとって身近な観光地である米国ハワイ州の住人でサル痘と見られる症状を示す人が確認されまして、検査の結果サル痘の原因ウイルスであるオルソポックスウイルスが感染しているというふうに確認されました。来週米国疾病対策センターでもう一度検査をするということですけれども、英国オックスフォード大学の研究者などが作っておりますグローバルヘルスはこちらを米国ハワイ州における最初の確定例としてカウントしています。こちらの画面をしばらくお示しいたしますので、よろしければスクショなどしていただければと思います。今回ご紹介した文献情報は説明欄にございます。ご関心ございましたらご覧いただければと思います。というわけで今回は世界で報告されるサル痘の確定例が900例に達したということ、加えて米国ハワイ州で初めてのサル痘の確定例とみられる症例が確認されたということ、この最新情報をお伝えしました。日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆様の声が参考になりますので、高評価、低評価、いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけますと幸いです。こんな動画をやってほしいといったコメントもお気軽に残していただけましたら嬉しく思います。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。